はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。あ、今日はこちら、じゃじゃん、チョコエッグディズニーキャラクター9、120個開封してシークレットを狙います。このチョコエッグディズニーキャラクター9なんですけど、今一番新作のチョコエッグになります。で、チョコエッグに関してはもう必ず毎回リクエストいただくので、期待にお応えしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、こちらで120個あります。それではいつものようにやっていきたいと思います。せーの、はい、よーし。はい、パッケージ非常に可愛らしいです。ミッキー、ミニー、それからドナルド、デイジーで、上の方には、はい、来ました、はい、モアナが出てますね。で、今回は全15種プラスシークレット1です。シークレットなんだろうね。それではもう1段階、せーの、ほい。いやー、エッグになりました。今回オレンジっぽい銀紙なんですね。さあ、もう1段階いきましょう。せーの、ほい。はい、チョコになりました。さあ、それでは最終段階、カプセルになーる。はい、やっとここまで来ました。カプセルもオレンジでは、ここから開けていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。記念すべき一つ目は何ですか。うおこれあれか、トイストーリーのあの豚か。はい、トイストーリーに出てくる豚の貯金箱ですね。ハムと言います。じゃあどんどん開けていきます。ゴー。これは、はい、二つ目こちら出ました。チップとデールのチップの方ですね。リスです。ほい。おお。でこちらは101匹ワンちゃんですね。パッチ。これは、お、誰？不思議の国のアリスのハートの女王ですね。あの、性格悪い人だね、これ。101匹ワンちゃん、パッチ。お、はい、チップとデールの、デールの方が出ましたね。はい、並べるとこんな感じ。色がちょっと違うんだよね。ん？はい、デイジーダックが出ました。結構かぶんないで出るな。デール。あ、豚さん。デイジー。これチップ。お、新しいの出た。はい、こちらご存知でしょうか。イーヨーですね。デザインはつむつむデザインだよね、これ。今回いろいろ混ざってるんですよね。で、この同じデザインといえば、この人。ブタさん、ハム。デイジー。ハートの女王。ハートの女王。お、これはスティッチか。はい、こちら、リロ&スティッチのスティッチ。これフォルムかわいいですね。つむつむデザイン。ブタ多いな。101匹。これは、新しいやつじゃない？はい、出ました。モアナですね。オールを持ってます。これ一応今年公開の映画でしたよね。デール。お、これは、はい、こちら、不思議の国のアリスのアリスですね。デイジーか。お、これはミニーちゃん？出ました、ミニーマウス。現時点でシークレット抜かして、あと4種類かな。あ、豚。アリス。女王。アリスかな。いいよ。アリス。お、来た、プーさん。はい、出ました、クマのプーさん。お、これは、はい、こちらは101匹ワンちゃんに出てくるあの悪い人ですね。クルエラ。プーさん。スティッチ。デイジー。アリス。デイジー。プーさん。アリス。アリス結構多いね。スティッチ。スティッチ。プーさん。女王。これはチップですね。スティッチ。ミニーちゃんかな。ブタさん。これは、あ、来たんじゃない、これ。これはミッキーじゃないか。はい、来ました、ミッキーマウス。はい、僕ミッキー、どうも。ミニーちゃんと同じような格好してるな。モアナ。いいよ。ブタ。チップ。うわ、来たー。これドナルドでしょ。はい、ついに出ました、ドナルドダックです。なんかハートマーク出てるね。現時点でシークレット以外全部出ました。15種類ですね。あとはシークレットのみ。現時点でまだ出ておりません。モアナ、了解。デール、プーさん、んー、ブタ、お、ドナルド。デール、スティッチ、デイジー、モアナ、悪い人、ミニーちゃん。未だシークレット出ません。チップ、スティッチ、もうシークレット来ませんね。ジョー、デイジーかな。あ、ミッキー、ミッキー、あれ？あれ？顔が2つ入ってる。これは来ましたよー。ミッキーマウス&ミニーマウスということで、こちらシークレットです。シークレット出ましたー。やったー。いや、とりあえず1個出てよかった。ミッキー、ミッキーじゃないぞ、これは。これはちょっと待って、シークレッティ。なんとここへ来て、まさかのシークレット2個目。いいねー。モアナ、ドナルド、101匹、ミッキーだね、これはね。アリス、ジョー、ポーさん、アリス、ミニーちゃん。ん？これは、シークレット。ちょっと今回多いよ。シークレット3つ目。モアナ。これデール、ミニーちゃん、
あ、豚。スティッチ。これミッキーかな。ドナルドじゃなくてデイジー。いいよー。デール。モアナ。あ、悪い人。デール。デイジー。アリス。ドナルド。これはミッキーかな。デール。スティッチ。いいよー。うん、来たんじゃないの？まさかのまさかの。シークレット4つ目。前回スターウォーズの時全然出なかったんだけど、今回結構出ますね。これはミッキーだね、ミッキー。モアナ。スティッチ。あ、悪い人。デイジー。ドナルド。101匹ワンちゃん。はい、ミッキー。いや、これはシークレット。なんとなんとシークレット1,2,3,4,5個目です。今回調子いいね。チップ。続いてデール。いいよ。いいね、ブタさん。この足はドナルド。アリス。ミニちゃんかな。おっ、これはパッと見で分かるようになってきてしまった。シークレット。シークレット6個目です。これは、ミッキーじゃないかな。ミニーちゃんかな。ラスト1個です。ほい。プーさん。はい、ということで、ずらっと並べてみたんですけど、まあ、パッと見ですけど、多いのは、アリス、デイジー、それからスティッチあたりでしょうか。で、後から気づいたんですけど、ミッキーとミニーちゃんがこう連動してますね。それからドナルドとデイジーにもこう連動してますね。で、なんといって、でもシークレットめっちゃ出たんだけど、今回全部で6個出ました。まあ今回が当たりやすいのかたまたまなのかはちょっとわからないんですけれど、みんなにもチャンスがありそうですね。はい、ということで今回はチョコエッグディズニーキャラクター920個開封してシークレットを6個手に入れることができました。今回ね、普通のデザインはもちろんなんですけど、つむつむの形のやつが入ってたりで結構盛りだくさんな感じですね。あとなんだろう、全体的にね、組み立てはすごい簡単なタイプが多かったです。皆さんもぜひシークレット狙ってみてください。それではまた次回の聖剣 TV でお会いしましょう。 See you next time。 負けやしない。